文京区立小日向大町小学校は東京都文京区に位置する公立小学校。文京区小日向の高台に位置し、周辺は閑静な住宅地。ガラス張りの階段室が特徴的な鉄筋コンクリート3階建ての原校車は1938年3月竣工のもの。校庭は人工芝が敷かれ、遊具や自然園を廃止、プールが埋設されている。 そして、高知内の文京区立小日向大,大町幼稚園と校庭の一部を共用していることが特徴的。自閉症、情緒障害の固定性学級、C の気学級を要する区内2校のうちの1校。校歌の作詞は高野達之、作曲は新次清。卒業生総数は1万1199名。開校記念日は11月26日。 心豊かにたくましく生きる児童の育成東京市黒田尋常小学校の生徒数の分散を図るために東京市小石川第二尋常小学校を開校したが公明についてよりわかりやすい名前とするための会議が設けられた候補として小日向、小日向台、小日向台長の3つの案が出され結果として小日向台長に決定1908年4月1日 東京市小日向大町人常小学校に変更された。1941年4月、東京市小日向大町国民小学校への改称を経て、1947年に東京都文京区立小日向大町小学校という現在の学校名になった。なお、小日向の読みは、かつては小日向であったと言われているが、現在は小日向と称されている。 略称は、小備大。現在の校舎は1938年に完成した。東京都の小学校においては、数少ない戦前に建設された校舎である。校内は、配管が見える状態になっている天井や、階段の丸い踊り場など、昭和初期の香りが漂う。すでに建設から80年以上経過しているが、定期的にメンテナンス、修理、改修工事、 増築等を行いながら、現在も大切に使われている。その一方で、耐震基準は満たしているものの、維持費が年々増加していることなどから、改築が計画されている。令和2年度学校要覧に基づく。1、特別支援教室に特別支援学級2016年度までは、区内重小学校の児童が、当校の通級子日向に通う形で実施されていたが、 2017年度より各校に指導教師を派遣する形態となった。これにより、送迎にかかる児童、保護者の負担が軽減されるとともに、各校の支援体制拡充が図られ、当校にも特別支援学級、学びの教室が設置された。父母と先生、地域が親睦を深め、協力し合い、子どもたちの学校生活を支えていくための組織として、 本校では、父母と先生の会と称して活動している。父親による、親父の会もある。ありがとうございます。